J リーグアウォーズは日本プロサッカーリーグの年度表彰式。毎年12月に開催されている。毎シーズン J リーグの全日程終了後に合わせて開催されており、J リーグ各チームの主力選手が多数出演してリーグ選閣賞の表彰を行う。その年の J1 優勝チームは選手全員が出席する。表彰項目は最優秀選手賞ベストイレブン、 得点王、ベストヤングプレイヤー賞、J1、J2、J3 フェアプレー賞、フェアプレー賞高窓グバイ、フェアプレー個人賞、最優秀監督賞、最優秀主審賞,優秀審賞、最優秀副審賞、J リーグベストピッチ賞、功労賞、功労選手賞、最優秀育成クラブ賞、最優秀ゴール賞の各賞で、優勝チームへの表彰は、リーグ戦の優勝決定後に行われる。 各賞の選考方法は、最優秀選手賞、ベストイレブンは、事前に J リーグの監督、選手の投票によって、優秀選手賞をそれぞれ選出し、選出された選手の中から、選考委員会にて決定される。各賞のプレゼンターは、日本サッカー協会と J リーグの関係者らに加え、サッカー競技以外の各分野で活躍している、著名人も務める。司会は、ジョン・カビラと、 石山愛子のペアが長く定着していた。なお、未消化試合がその年に、各カテゴリで予定されていた総試合数の25%を超えた場合や、所属カテゴリで予定されていた総試合数の50%を超えたクラブが発生した場合は、大会不成立となり、表彰も中止される。出席者には、ドレスコードが設定されており、清掃が義務付けられているために、男子は、 オーソドックスなデザインのタキシードを着用しているものが多いが、中には、第1回で赤いスーツを着用した三浦和義、特典王を獲得したシーズンに奇抜なデザイン、色のタキシードを着用した中山正志や光前光。2002年には当時、所属していたチームのチームカラーをイメージしたタキシードを着用した高原直弘らといったものも、少数例ながら存在する。 この受賞式の観覧については開始された当初は J リーグや日本サッカー協会の関係者などに限定されていたが現在では事前の申し込みを条件に一般公開している。なお一般客については一部の座席を除きドレスコードはなく私服で構わない。おのおのが応援するクラブのユニフォームなどを着用して観覧する一般客も多い。ただし2015年は 2016年問題の影響による会場の変更のため一般観覧車の募集はを行わなかった。2016年からは再び横浜アリーナで開催されている。2020年は新型コロナウイルス感染防止のためオンライン形式での実施となる。J1 所属18クラブの監督、選手。なお、選手は J1 リーグ戦で17試合以上出場が資格条件。 また、日本人選手、外国籍選手のいずれについても、各国の代表、ユース代表として、強化合宿や試合に参加した理由で、出場不可だった場合は、その期間のリーグ戦の試合数を実際に出場した試合数に加算するものとする。現行の新人選手表彰は2010年からで、下記の過去の新人王から対象となる年齢が引き下げられて、 ベストヤングプレイヤー賞と解題された。これにより、日本の大学卒の選手については、同賞選出の対象から外れることになった。審査選考基準は以下の通りである。2009年までは、下記の選出基準を参考として、事前に新人王にノミネートされる優秀新人賞を3人選定し、その後、アオーズで改めて審査を行い、 新人王一人を最終決定していた。年間の反則ポイントが1試合平均1ポイントを下回った J1 から J3 までの全クラブにフェアプレー賞が授与され、J1 ではその中で最も反則ポイントが少なかったクラブに高窓のみやが授与される。賞金授与対象は2013年まで J1 のみだったが、2014年より、 J2J3 も反則ポイント最小クラブに限り対象となった。J1 については2014年まではフェアプレー賞受賞前クラブが賞金授与対象であったが2015年より反則ポイントの少ない上位3クラブに変更となった。2006年までは反則ポイントに減算の規定がなかったため規定を満たしたのは1997年の神戸ただ、1クラブのみだった。 2007年に無警告試合で反則ポイントが減算されるようになった後は毎年受賞クラブが現れている。1996年創設。J1 において年間で無警告、無退場だった選手の中から選考委員により決定される。原則として以下の基準を満たし、J リーグ及び日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められるもの。なお、 J リーグ開幕前から JSL で活躍していた選手については別途評価する。所属クラブから推薦のあったもの。J リーグ公式戦、天皇杯、J クラブが参加する FIFA 及び AFC 主催の国際試合、日本代表の公式試合などの合計試合出場数が500試合以上のもの。原則として以下の基準を満たし、J リーグ及び日本サッカーの発展並びに、 海外において J リーグの名を高めるなど多大な貢献をしたと認められるもの。所属クラブから推薦のあってもの。J リーグ公式戦、天皇杯、J クラブが参加する FIFA 及び AFC 主催の国際試合などの合計試合出場数が200試合以上のもの。母国の代表選手として活躍したもの。3の実績がない場合でも J リーグ公式戦、天皇杯、 J クラブが参加する FIFA 及び AFC 主催の国際試合などの合計試合出場数が500試合以上のもの。厚労選手賞の審判員版。規定は存在するが過去に一度しか表彰されていない。2009年制定。ユース育成年代において功績を上げたクラブを表彰する。1999年に創設された賞。チェアマン特別賞とも呼ばれる。 J リーグの発展に最も貢献したチームや、その応援団、スタジアムなどに対して贈られる。毎年表彰されるわけではない。2013年に創設された賞。J1 各節の全ゴールの中から、サポーターからのインターネット投票で上位3つを選出。また報道関係者や J リーグ JFA 技術委員会などで構成される。 ベストゴール評議会が推薦するにゴールを加え、各月ごとにまとめて再度サポーター投票を行い、月間ベストゴールを選出してこの中から、J1 は選考委員会の投票で最終決定される。2013年から2016年までは J2 においても最優秀ゴール賞が表彰されていた。J1 と異なり、月間ベストゴール対象に、ベストゴール評議会の 推薦ゴールがなく、年間最優秀ゴールの最終決定は、サポーターの投票で行われ、モーストエキサイティングプレイヤーと共に、前座である、サポーターステージ賞にて表彰されていた。なお、2014年発足の J3 については、当初より最優秀ゴール賞の制定がない。表彰年度に現役を退いているので、事実上功労賞である。いずれも、実質的に、 AFC チャンピオンズリーグ優勝に対する表彰である。2011年から2014年にかけて表彰。ファンの投票で各クラブから選ばれた j 2エキサイティング2 2から当日の観覧者の投票で決定。2016年に設けられた賞。サポーターが J リーグの公式サイトに特設されたマイア w ーズ特設サイトから投票し、各ディビジョンごとの MVP。 ベスト11、並びに、全ディビジョンを通して表彰する、ベストゴール、ベストアシストを決定した。J2J3 では、個人の公式表彰では、得点王のみであるが、この賞では、J2J3 の MVP とベスト11、並びに J リーグでは公式表彰とはされていない、アシスト王もサポーター投票で決定するのが、特徴である。選考対象は、 リーグ戦全体の5割以上の試合に出場していること。2001年に J1 ベストピッチ賞として制定。2005年より J リーグベストピッチ賞に改められた。規定試合数以上開催したスタジアムの中からマッチコミッショナーの評価をもとにチェアマンが決定する。2016年限りで廃止となった。下記のスタジアム表記は受賞当時のもの。は、 通算受賞回数で日本平スタジアムが最多受賞以下の各年を除き横浜アリーナで開催されている。ありがとうございます。